ねえねえ、君カメラあっち。ねえねえ、カメラあっち。どうも、まっちゃんだよな、まっちゃんです。女性の皆さん、毎朝毎朝ヘアアイロンをして、デートの日には髪の毛巻いたりして。女って大変ですよね、朝って。時間の勝負というか、わかります。なんですけども、寝ている間に髪の毛が負けていたら、ラッキーじゃないですか？本日私、見つけてきちゃいました。OMV。こちら、見てください。ヌンチャクみたいなやつ。あっこちらを見つけてきたんですけども、まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、こちらですね、髪の毛ぐるぐる巻くだけで明日の朝にはスーパー綺麗に巻かれていると便利グッズを見つけてまいりました。なので本日は本当にこれがこうなるのか、ミディアムヘアの私が検証させていただきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。それではレッツゴーディン。まずチャンネル、ここら辺に乗っけて巻いてるだけだったっぽい。できるのか。とりあえず全部センター分けにした方がいいよね。でもこれ次第によって私の明日のテンションが決まるよって。乗っけました。バブ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 。ごめん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 、すみません、黙る。こういう感じで巻いていくのかな。ちょっと難しい。難しいの。一つに髪の毛割って、もうソネさんも驚きだよ、これ。見て、ソネさんも驚きヘア。多分さ、もうこのまんまさ、とりあえずぐる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 適当に巻いてこう。これでいいの？本当に？心配なんだけど。いや、もう心配の山なんだけど。で、次こっちもやってく。ちょっと難しいな。もう一回やろう。いや、マジベートーベンの驚きヘアなんだけど。これ正しいのかな。ちょっともう一回見てみる動画。待って、ここにクリップ刺してたぞ、あの人。これだったらうまくいくかもしれない。はい、ヘアピンつけてみたらこうなりました。じゃあ一旦これで寝ていきたいと思います。大丈夫かな。じゃあおやすみなさい。はい、みなさん、おはようございます。まちちゃんが化粧いたしました。さあ、伸びて髪の毛の状態を見てみようとしますと、下の方がしっかり負けているような気がするんですけども、ほぼ意味ない状態になっていることは皆さん言わないであげていただけると、とても心優しいんじゃないかなと思っております。あと、繊維アレルギーで耳がすごく痒かったです。朝起きたらボンボンなってる。マジで本当にボトン便所みたいな感じになっちゃって、大変謝罪申し上げるとともに、私はまだまだ眠たいので、おやすみなさーい。おはようございます。朝起きたらこうなってました。なんかもふっとした寝癖。
結構マジ髪もともとストレートだから、もう触れば触るほどどん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 ストレートになってっちゃう。なんかね、まああんまりミディアムヘアにおすすめはしないのかなと思いました。多分あれ巻いたの絶対アイロンで。どうだろう、巻くだろう。はい、それではですね、使ってみたい方がいましたら買ってみてください。絶対薬品屋で売ってそうな感じなのにさ、どうしようかな。そして朝起きたら10時でした。こちらの動画が参考になりました、いいね、コメント、チャンネル登録もお待ちしております、ね、よろしくお願いします。以上、まちちゃんでした。また明日。